こんにちは、ガオサリーマンです。今回はレバナス TCL SOXL レバレッジ大暴落と題しまして、ポートフォリオの状況を説明していきたいと思います。簡単プロフィールです。このチャンネルではガオファで勤務するガオサリーマンが投資に関する情報を発信しております。私は米国株式オンリーで投資しております。今回の内容です。2022年はレバナス TCL SOXL にとってとっても厳しい年ですね。まあ、レバレッジ商品に限らず全部下がっているので、すべて厳しいとは思うんですけども、最近のニュースでですね、ニューヨークダウ8週連続の下落90年ぶりとか、まあ、そういったニュースも出ているほどの状況になってきてしまいました。さてですね、私、以前からレバレッジ商品を持っておりますけども、それらがどうなっているのかなと気になっている方もいらっしゃるかもしれません。その状況を今回は説明したいと思います。はい、ちょっと本題に入る前に、まあ、直近ちょっと騒ぎになっていたのを知っている方もいらっしゃるかもしれないんですが、厚切りジェイソンさんが、まあ、ちょっと、プチ炎上していたんですかね、っていう話がありました。で、何かというと、まあ、厚切りジェイソンさん、去年の11月ぐらいに、まあ、こちらの本を出していて、で、まあ、30万部超えで売れてるんですかね。もう結構売れてますよね。という、まあ、ベストセラーになっている本を出しました。で、まあ、去年の11月だと市場はまだまだ右肩上がりで、12月まで上昇している時だったという時なんですけど、まあ、この本の中でですね、厚切りジェイソンさんが VTI をまあ推奨していたというのがあります。で、まあ、多分中にはこの本を読んで、投資を始めてみようと思って始めた人が多分いて、でそうすると、まあ、11月ぐらいから始め口座開設したとしたら、まあ、年明けから多分、投資してるんだと思うんですよね。で、まあ、厚切りジェイソンさんが、まあ、VTI を進めて、それに影響された人が VTI を買ったというところです。まあ、しかしながら、ご存知の通り、今年も、年始からですね、もう差がある一方で、まあ、一度も上がってないと。まあ、3月ぐらいにちょっと上昇したんですけど、結局下がってるので、まあ、マイナスに、おそらく、続いてるんだと思うんですね。まあ、それもあってか、厚木ジェンソンさんに批判が殺到していて、ツイートを全消ししたみたいな、まあ、そんな騒ぎが あったんですけど、まあ、私はこれを見ていて思ったのは、まあ、VTI の値下がりぐらいで非難殺到ってどういうことやという話が、まあ、思いました。まあ、まあ、別にレバナンスっていうか、レバレッジ商品に関わらず、全体、市場全体が下がっているので、まあ、何買ったって下がってるんですけど、まあ、鉄板の VTI を買って下がったことで非難されるっていうのは、まあ、よほどの、まあ、まだまだ投資初心者の方なのかなと思いました。で、これで非難殺到していたら、少なくともその人はレバレッジ商品は多分買えないと思うと。で、まあ、絶対に耐えれなくて、おそらくもう売ってしまっているだろうなと思います。はい。まあ、ちょっと本題とはずれましたが、ちょっとだけコメントをしたかったので入れてみました。で、はい。じゃあ、まず、状況の前に、私が今、何を持っているかというおさらいなんですが、私が持っているレバレッジ商品は3つあります。まず、2倍のブルーの投資信託はダイバレバランスを以前から持っていました。で、3倍ブルーの ETF としては TCL と SOXL を持っていたというところです。私は、この3つ、3種類しか、ね、持ってないんですね。で、2倍ブルーのダイバレバランスについては、夫妻ってこれまあ私と妻の話ですけど、の特定口座で買ってます。で、レバナンスについては特に、NISA 口座とかですね、まあ、そういったものは使ってないです。で、一方、3倍ブル ETF の TCL SOXL については、子供たちのジュニア NISA 口座を使って買っています。まあ、唯一 NISA 口座で、20年という長期で持っていって、さらに非課税になるというところで、まあ、こっちで買っちゃいました。はい。よく、ジュニア NISA で3倍ブル買うなと思われる方もいるかもしれないですけど、まあ、買っちゃいました。はい。で、年始からのレバレッジ商品の推移を改めて、おさらいしておきます。で、比較のために S&P500 も入れてみたんですが、まあ、見ての通りの数字です。で、S&P500 に至ってもですね、マイナス 18.66% というところで、S&P500 でマイナス 18% って相当下がってると思うんですけど、こうやってまあ他のやつと並べてみるとですね、非常に可愛い下がりに見えてしまうんですね。で、QLD がレバナンスだと思っていただいて
いんですが、QLD がマイナス 50.96 番、まあ、ほぼ 51% で TCL が 64%、 SOXL が 72% というところで、S&P500 とは比較にならないぐらい、やはり、まあ、当たり前なんですけど、2倍3倍になってるんで当たり前なんですけど、比較にならないぐらい下がっていると。で特に SOXL が 70% 超えっていうのはやばいですね。はい、というのが今年の1月からですねの推移になっていて、まあ、3月のこの辺中旬ぐらいかなに1回ガーッと上げてですね、私も1週間で300万ぐらい回復したりしたんですけどと思ってたら、その後ずっと下がり続けて、途中上がったりするんだけど結局下がるっていうのが続いていて、下がり基調が一体どこで止まるんだという感じになってきています。はい、でこの状態で、私のレバナスと3倍ブルはどうなってるかっていうところなんですけど、まずレバナスが、暴落前がこんな感じでした。まあ今年の1月ぐらいだと思ってください。下がる前の1月だと思ってください。でこの時私の特定口座と妻の特定口座で、大体167万、違う、ごめんなさい、いいのか、大体167万円ぐらい持っていたですね。で評価損益もプラスになっていて、まあ、10% ぐらいなんですけど、一応プラスになってました。で実は私レバナス買ったのは遅くてですね、2021年のもう後半ぐらいからしか買ってないので、まあ、これぐらいのプラスだったというところです。まあ、コロナ直後ぐらいから買っていたらもうちょっとプラスだったかもしれないですね。じゃあこれがじゃあどうなったか、こうなりました。今の暴落後なんですが、167万あったのが98万になってます。で、それぞれ、プラスだったのが当たり前でしたけどマイナスになっていて、マイナス72万、マイナス4万、まあ妻の方は金額が少ないのでこんなもんです。ただパーセンテージで見るとマイナス 43% マイナス 40% というところで、プラス 10% ぐらいからの下がりなので、含み益大体 54% 減、金額として68万円減という結果になってます。マイナス 40% やばいですね。はい、でこれがレバナスで、次が TCL、SXL ですね。これも1月時点なんですけど、TCL、SOXL は年始にちょっと追加投資をしてしまっていた関係もあり、損益率がちょっと 50% ぐらいになってました。でもともとこれ年末の時点では 94% とかだったので、まあ、ちょっと下がってしまってます。で、まあ、下がってはいるんですけど 50% 超えのプラスにはなっていたというのが TCL、SOXL でした。でトータル470万ぐらいもともとあったというところですね。結構投資してますね。で、これがじゃあどうなったかというところはこうなりました。470万あったのが186万円になってしまって、プラス 50% 超えだったのがマイナス 42% で、まあ、もともとあんまり、プラスにもなっていないところに至っては、まあ、SOXL だと先ほど 70% 下落したと思うんで、まあまあもうマイナス 70% ぐらいになっているというところで、パーセンテージがやばいっすねこれ。まあ普通の人は多分耐えられないと思います。でこれをじゃあ全体ざっくり見てみると、含み益が 101% 減、金額にして284万円がこの5ヶ月で減っているということになります。はい、で、まあ、ここでですね、まあ、こんだけ減ったからって言って、ああ損切りだって言って売ってしまうと、このマイナス284万円というのがもろに返ってきますので、まあ、私はそんなことはしません。はい、で、私じゃあ今後どうするかなんですけど、もうレバナスもですね、 TCL、SOXL も放置して持ち続けるだけです。狼狽売りとかですね、まあ、これで下がったから売るなんてことは絶対にしません。仮にこれからもですね、もっともっと下がったとしても持ち続けるということしかしません。というのは、まあ、この先絶対回復するっていうタイミングが、まあ、1年後になるのか 3ヶ月後になるのか分かんないんですけど、タイミングはあるので、今売ると絶対損するので、それは避けるというところです。でそもそもですね、 TCL、SOXL ってジュニアNISA口座で買ってるので、今売ってしまうとそもそもNISA口座がもったいないわけですよね。なので売れないに等しいので、最大20年
干持てたと思うので、20年間は何も触らないというのがスタンスです。で、あとジュニア兄さんあと1年ですね、来年も投資できるので、まあそこでも TCL、SOXL を買うか、もしくはちょっとレバナスも組み入れるかっていうのは悩んでますけど、まあレバレッジ商品をジュニア兄さんで買うっていうのは買えないですね。はい。で、シミュレーション、あくまでシミュレーション上ですけど、20年間放置して、うまく利益が上がっていけばですね、億円レベルになっているという計算が出てるので、本当かっていうところもあるんですが、まあ、それを期待してですね、20年放置すると、まあ、20年って相当長いですからね。はい。で、2000年ぐらいにドットコムバブルが起きたとかって言ってますけど、で今2022年なんで、やっと20年と2年経ったぐらいなので、で、もう2000年ぐらいの記憶なんてもうほとんどないんですけど、まあそれぐらいの期間をかければというところですね。で、20年かけて、数千万ぐらいになってんだったらちょっと微妙だなと思うんだけど、億円になるんだったら20年かけてもいいんじゃないかなというところです。はい。で、あと最後に、まあちょっと小ネタっていうか、あれなんですけど、2020年の3月下旬とかなんですけど、コロナのショックでもう大暴落してましたと。で、あの時にテレビ番組が、まあ必死にこういろんな報道してたんですよ。で、そこにゲストとして招かれていた、会社はどこだったか忘れたんですけど、機関投資家の人がいて、コメントを求められてて、コメントをしてたんですね。で、まあ今でも覚えてるんですけど、その人がコメントしてたのが、まあ、この先の株価の予想みたいな感じで、まあ、2つか3つぐらいグラフを出していたんですけど、この後はもしかしたらこう上がっていくかもしれません、いやでももしかしたらこう下がるかもしれません、いやもしかしたらこう横ばいかもしれませんみたいなことを言っていて、で結局なんかもしかしたら全部なる可能性ありますってただ言ってるだけなんですよね。で結局何が言いたいかというと、機関投資家であっても誰であってももう未来は誰にもわからないってことです。で、コロナであんだけ下がってですね、これだけ上昇するなんて多分誰も予想できなかったと思うので、今のこの下がりも将来のことなんて誰も予想できないと、テレビで言ってたって、 YouTuber の人が言ってたって、機関投資家が言ってたって将来なんて誰もわからないので、もういちいち予想することが無駄だと思います。むしろ今下がっているだけ、たくさん今までよりも買えると思って、淡々と積み立ての投資をしていくっていうのは重要で、絶対に、ここで売ったりしないっていうのが一番重要だと思います。で、あともう一つは、まあ、今下がってますけど、まあ、長期的に見た時に米国経済が成長しないわけがないっていうのを根底に持っていると、いきなり売ってしまったりなんてことはしないと思います。だって今これがですね、この下がってます下がってますっていうのが、まあ、もうちょっともしかしたら下がるかもしれないですけど、じゃあ下がってずっと下がった状態であと、100年間続きますかって言ったら、絶対そんなことってありえないですよね。で、人間はまあ日々、毎日の日常をその成長させると改善させていくっていうふうに、生きてますし、実際に、20、30年前から比較すると改善されて経済も成長してきたと。じゃあそれがここで一旦打ち止めになって下がるかって言ったら、そんなことはなくて、まあ日本のように30年間成長しない国みたいなのもありますけど、それはまあ人口がどんどん減っていくというような、そういう状況もあるので、で、米国経済っていう視点で見たら、別の動画でも説明した通り人口は今後も増えていくので、経済もそれに比例して増えていく、上昇していくと思うんですよ。なので、安心してですね、S&P500 であったり、ナスダックというような市場に投資をしていくっていうふうに、で、今売らないというところが重要になってくると思います。だから個別株については、前回の動画でも説明した通り、まあ、経営者のリスクであったり、会社としてのリスクみたいなのも結構あるので、まあ、インデックスに投資すればリスクはあると思います。もう二度と復活しないっていうケースもゼロではないと思うので、あくまで私が今話しているのはインデックスの投資についてです。はい。長くなりましたが、今日の動画は以上になります。引き続きですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。